テストトラックは海外のディズニーパークにあるアトラクション。エプコットのフューチャーワールドのテストトラック間にある自動車型のライドアトラクションである。もともとはワールドオブモーションという移動手段の歴史をオーディオアニマトロニクスを使って再現した様々なシーンをダークライドに乗って巡るアトラクションを1996年に閉鎖。スポンサーはゼネラルモーターズのまま。 より自動車らしいアトラクションを体験できるアトラクションとしてテストトラックが1999年3月にオープン。当初は文字通り自動車の性能試験を体験するアトラクションであり、急勾配を登ったり、ガタガタ道を通過したり、ブレーキテスト、環境試験、賛同の走行試験、衝突試験などをテスト用の自動車に乗って体験するもので、 最高時速 105km で 1.6km の道を駆け抜けるスリルライドの側面を持つアトラクションであった。スポンサーをシボレーに変えると2012年に時代の変化に対応するために大幅リニューアル。プレショーで自分だけの車を性能、応答性、効率、パワーのテスト基準をベースに設計やデザインをすることが可能になった。また終了後も 自分の設計、デザインした車を使った CM を作ることができる。なお、このアトラクションは、世界のディズニーパークで最もスピードが速い、アトラクションとして知られている。同じシステムを使うルイジアトラクションに、東京ディズニーシーのセンターオブジアースや、ディズニーカリフォルニアアドベンチャーのラジエータースプリングス、レーサーがある。ありがとうございます。